はい、こんにちは、斉藤武宏です。ドガップありがとうございます。はい、今日は急斜面ナチュラルバーンで中回りを意識しています、と。はい、ということでコメント欄にですね、課題は見たんですね、矯正方法は斉藤さんにお任せしますという別の方からコメントが入っているんですけど、はい、まあまさにそうですね。ちょっとまあ左右でばらつきがあるんですけど、下半身のバランスっていうのは割とこういいところに乗っているので、上半身の動きでアドバイスをしていきますが、上半身の腕の動きですね、特に。腕の動きにつられて上体の動きもちょっと影響されてしまってるんですけど、それは何かというと、腕がこう、ちょっと失礼します。はい、と。腕がですね、滑っていくときに、ストックつくときですね。ターン後半でこう、ストックつくときに前に出てくるんですね。自分の体の。はい。で、これ両方なんですけど、こうやって腕が前に出てくるので、体は後半で回ってしまってるんですね。後半ってまあスキーがこう、スーッとこう回ってくるので、それに合わせて腕も動かしちゃうと、スキーよりもさらに体が山側の方に向きやすくなってしまうんですよ。そうすると次のターンに入っていく中でまた自分の体をよいしょっと下の方に向けていかなければいけないっていう、こういうちょっと無駄な動きができてしまいますんで、ターン後半は特に、腕ですね。腕はあまりこう自分の胸の前に来ないようにした方がいいです。大体もう本当横ぐらいですね。自分でこうストック構えてたら、その位置で例えばこう手首だけこう、こっちか、手首だけこうグッとこう前に出してその場でついてしまうっていう感じ。はい。ターン、次のターンこうグーっていって、次のターン来たら、回ってきたらそのままストックをここに、あ、見えないですね見えない。こう来たらそのままストックをそこにツンってついていくっていう感じです。はい。あまり腕を自分の前にこう出さない、はい、っていうのを意識すると、それだけで体までこう、ちょっともうこう回っていたんですけど、回っていたのもなくなってくるので、まあ、自分でも自分の体をこう回さないっていうのを意識しつつ、腕を前に出しすぎないっていうのを意識するといいと思います。まあ、小回りもですね、こういう動きはもしかしたら出てるかもしれないんですけど、ストックはですね、まあ、特にですね、腕はあまり動かしすぎない方がいいです。あとは、もう一つその腕の動きに合わせて、右腕がですね、ちょっとこう、上がってるんですね。はい。左腕に比べて、右腕の、まあ、脇ですね。脇がこう、ちょっとぐーっと上がっているので、もう少し押さえてあげるといいかなと思います。はい。基本的には、自分の体、体軸があって、体軸が傾けば、それだけ内側の腕もちょっと下がって、外の腕も、多少こう上がって全然問題ないんですけど、それがですね、ちょっとこう上がりすぎてるなと、左右のバランスっていうところで違いがこう出ているので、そこをこう注意してみるといいと思います。で、片方だけこうちょっとこう脇が空いてしまうっていうのも、まあ動きを見ていると、この回った動きに合わせてこうちょっとこう開いて上がっているような感じもあるので、最初に言ったこの腕を出しすぎないようにして体が回らなくなってくると、その動きもちょっとまあ多分少なくなってくるんですね、きっと。で、まあそれに合わせて自分の意識としても、特に右腕がちょっとこう脇が開いて上がりやすくなっているので、あまり上げすぎないようにして滑ってみるっていうのをちょっと意識してみてください。はい、ということで動画アップありがとうございました。